今私は新宿区大久保公園に来てきます。今大久保公園ではラーメンフェスがやってますね。ちなみに今日は10月6日初日です。出勤前に、紹介と、ラーメン食べて出勤しようかなと思って来ました。では行ってまいります。今日は出店してるお店はこんな感じになってます。初日なので最低3日間はやってる店もありますね。全体で101店舗かな確か。うん、もうそのぐらいね出るんで、やっぱね1日で、変わっちゃうお店もあるんでね。公園内に SNS 映える写真が撮れるみたいな感じであったんですけれども、これライトだわね、パンフレット撮れっていうことかな。とりあえず撮ってみました。これが公園内の配置です。で A から J までが、これまあお店がある場所だわね。でスケジュールですね、これこんな感じに出店するっていう感じになってます。今お店の前で、撮っています。今日のお店はこんな感じだわね。うん、なんかいっぱいあってどれがいいかわかんないのよね。とりあえずなんか写真見てうまそうなラーメン食べようかなと思ってね。ここの店だけやけに並んでんのよね。これ50人ぐらいいんのかな。なんかこのお店は人気店らしいですね。すごいわ。とりあえず1店舗ずつ、お店の名前と、ラーメンの写真をちょっと紹介していこうかなと思います。ここはつけ麺らしいですね。今日はつけ麺の気分じゃないのよね。このお店はちょっと気になったんですけども、これ北千住の鶏白湯らしいわね。うまそうよねなんかね。で隣が新潟燕三条のお店で、これね背脂なのよね。なんかちょっと食べたいなと思ったわこの店も。で、今回からなんですけども現金で食べらんないので注意してください。電子マネーです。でここは京都ですね。京都ラーメン、うん、これもなんか、うん、食ってみたいなと思ってね。隣が大森純麦、ちょっと見づらいんですけどもラーメン屋ですね。公園の一番奥のブースにこれビールとか売ってんのよね。で隣がすごい混んでるわね。ここ有名店らしいわ。有名店の正体はサラゼンっていう店らしいですね。今日は寒いからねつけ麺じゃないわ。で隣が和歌山ラーメンかな、これ和歌山ラーメンって書いてあるから和歌山かなと思ったらね、旗に埼玉県戸田市って書いてあるわね。騙されたわ。隣がちょっと気になった店なんですけども、これねこれ伊勢海老の濃厚味噌ラーメンなのよね。これちょっと食ってみたいわと思ってね。で隣がこれ煮干しそばって書いてあるわね。写真見るとうまそうだわね。煮干しダメなんだけどトッピングもできます。隣がこれ混ぜそばらしいわ。写真はこんな感じだわね。牛肉がいっぱいあるって感じかな。あ、ちなみに全ての店が一品900円です。とりあえず今回はこの店食べようかなと思います。私は今日 PayPay で買おうかなと思ったんですけども PayPay 使えなかったわ。スイカや7個は使えるんですけどもダメだわ。数百円しか入ってない。とりあえず食べるところはこんな感じです。すっぴんだからあんまりジロジロ見ないでね。で
で、なぜかビールだけはね、ペイペイで買えたわ。どういうこと？とりあえずビールだけ飲んで帰るわ、これ。セブンイレブンに行って入れてきてもいいんですけども、もう出勤の時間やばいのよね。まあそれに近いしね。うん、また来るわ。とりあえず私はこっから出勤しまーす。歩いて10分ぐらいかな。50メートル先にセブンイレブンがあったわー。失敗。というわけで今日は紹介だけだったんですけども、おのこチャンネルでした。もしよかったら高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイビーン。ラーメン食べたかったわー。